令和5年2023年4月19日水曜日、シャック、日野と羊、まんじゅうの考案者リンソウィンの命日ということで、奈良の吉田神社では大祭が行われ、林神社ではまんじゅう祭が行われます。まんじゅう祭では江戸時代の文献を参考にして再現した復刻奈良まんじゅうが販売されます。紅子で1点を打ったとろろまんじゅうが2個入りで500円、限定50箱。4月19日のお姉さん日よりは地図の日、乗馬許可記念日をメインにご紹介します。今日もお姉さんのおしゃべりに付き合ってね。4月19日は地図の日。寛政12年1800年4月19日、伊能忠敬が測量の旅に出発したことにちなみます。伊能忠敬は17年かけて日本全国を測量し、日本初の正確な地図、大日本沿海予知全図を作りました。と言っても地図作成作業の途中、急に体が衰え出し74歳で亡くなっています。弟子たちは伊能忠敬の死を隠し、伊能忠敬の死後3年目にしてようやく地図を完成させます。最近よくネタにされる大日本沿海予知全図を作ったのは伊能忠敬ではないというのは、この辺りから来ているのでしょう。でも中心となったのは伊能忠敬に間違いないので、そこはあしからず。伊能忠敬は実は武士ではなく、造り酒屋に入り婿に入った商人でした。佐原村の名主として活躍し、村民からから幕府に名字帯刀を許可していただきたいと箱訴えが出されるほどでした。名字帯刀を許された伊能忠敬ですが、刀は方位自身を狂わせる恐れがあるので竹光を刺していたそうです。前半生は佐原村の名主として活躍し、飢饉から村民を救ったりした伊能忠敬ですが、後半生は歴学を学び、天文学に興味を持ちます。とりわけ地球の大きさに興味を持ち、地球の大きさを計算するための測量をするために蝦夷への旅を希望します。蝦夷への旅をするために建前として幕府に許可を取り付けたのが測量事業でした。4月19日は乗馬許可記念日。明治4年1871年4月19日、それまで武士にのみ許可されていた乗馬が庶民にも許可されました。中世から江戸時代に至るまで馬術は武芸十八般に数えられる武術の一つであり、軍事機密のようなものとして庶民には禁じられていました。そもそも農家にとって馬は農作業を行う上での大事な道具、人が乗って体力を消耗させるなど御法度という事情もあります。明治時代になって庶民に乗馬が許可されても、民間で乗馬の需要はなく、馬術の拠点はせいぜい陸軍でした。このような事情もあってか、日本では馬術がそれほど発達せず、日露戦争の時には馬の貧弱さが露呈しています。日露戦争後、馬の強化が奨励され、その品評会として行われた競馬が現在の競馬につながっています。4月19日の記念日は他にもあります。まとめて簡単にご紹介しますね。語呂合わせで良いキュウリの日、キュウリの旬は6月から8月。でも良いキュウリの日を制定した西三河冬春キュウリ部会で栽培するキュウリは11月から7月に収穫され、ピークは4月となります。最近ちょっとキュウリが安くなったと思ったら、このキュウリが出回ってるのね。飼育、収育、保育、養育の語呂合わせから、飼育の日、お寒育の日、みんなの保育の日、養育費の日があります。養育費については平成16年2004年4月19日の民事執行法改正で、養育費の強制執行申し立ての手続きが簡素化したことも由来とされています。育の語呂合わせで、19日は教育の日、食育の日、毎月9のつく日はクレープの日、クレープショップによっては値下げを行うところもあります。塾の語呂合わせで、19日は塾カレーの日、塾生ウーロン茶の日、19リームでシュークリームの日。平成14年2002年8月19日に松阪牛の個体識別管理システムの運用が開始されたことにちなんで、毎月19日は松阪牛の日。語呂合わせから、トークの日、 NTT が制定しました。4月19日の記念日は以上となります。他にもあるよというのがあればぜひ教えてくださいね。コメントお待ちしております。4月19日生まれの著名人はスーパーセンテナリアン木村次郎右衛門。1897年生まれ、2013年没、生年月日と死亡年月日が確かな男性のうち史上最も長生きしたとされます。116歳54日。
4月19日に亡くなった著名人は、軍神、越後の龍、上杉謙信、1530年没、享年49歳、とにかく戦争の強い人ってイメージがあるわね。越後が内乱続きだったからっていうのもあるけど、なんだか戦争が好きそうな印象を受けるわ。出家している割に不摂生だったようで、糖尿病、高血圧、アルコール依存症ではないかと言われます。種の起源、ダーウィン。1882年没、享年73歳。宗教上の理由から茶地を入れられやすい人、自然淘汰だけでは説明できない事象を挙げては、進化論を否定する人がいるけど、自然淘汰以外にも進化の要因があるというだけで否定する材料にはならないわね。スーパーセンテナリアン、史上2番目の長寿、田中かね。2022年没、119歳107日。4月19日の出来事は、1951年、マッカーサー退役。なぜかお姉さん、マッカーサーをよく取り上げてる気がする。特に思い入れがあるわけではないんだけどね。老兵は死なず、ただ消え去るのみっていうのは、マッカーサーの記念演説から来ているものだったのね。1990年、世にも奇妙な物語放送開始。現在でも春と秋に放送されますね。当初は毎週放送のレギュラー番組でした。2019年、東池袋自動車暴走死傷事故。日本で高齢ドライバー問題が注目される契機となった事件。その一方で、上級国民という言葉が一人歩きを始めるきっかけにもなりました。2023年、何かある。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。またお姉さんに付き合ってね。